何を入れようかな。小さいのと大きいの、どっちがいいんだろう。一枚一枚丁寧に。ああ、ゴールが見えない。気が遠くなりそう。待ちに待った巻き巻きな時間、おいしくできるといいな。みなさんこんにちは、ミシェリーでございます。香港は間もなく端午節を迎えます。端午節といえばちまき。香港をはじめとする中華圏では端午節の季節が近づきますとちまきを作る風習があります。現代によってはまあ皆さんお忙しいでしょうから、こういった風習は手間がかかりますので買って済ませることの方が多くなりました。ぜひ今年は作ってみようかなと材料集めに外資にやってまいりました。何を入れようかな。正直に言います、香港で流通するちまきにはいろんな具材が入っており、食べてきたので大体何を入れればいいか心得ておりますが、好きな具材と避けたい具材があります。ピーナッツはいいかな。いや、ホタテも一旦返そうか。もう一軒小さめの外資があるのでそこで買った方が安いかもしれない。ああ、もう椎茸はマスト。でもこれ水に戻すと大きくなるから切る手間がかかるな。もっと小さいのが欲しい。こういう既製品を買っちゃった方がお財布に優しいのは正直なところ。実際美味しいしね。とりあえず肉だけ買って高校を出よう。てなわけでローカルスーパーウェルカムにやってまいりました。ちまきの材料になるもの売ってるかな。ああ、ここ乾物コーナー。小豆だ。あれ、だいぶ小粒だな。小豆のちまきってこれを使って大丈夫なのか。あ、大きいのもあるね。小さいのと大きいのどっちがいいんだろう。大きい方にしとこうかな。あとはこれこれ、パールマッシュルーム、小さい干し椎茸。ちまきはいろんな具材を入れるので一口大の具材を最初から手配した方が楽っちゃ楽ではあります。あと中国醤油買わなくちゃね。濃いのと薄めのがあるんだけど、今回習うレシピは薄めの中国醤油が必要って書いてあった。どれかな。ああ、これこれ。ライツソイソース。バイワン、ゲドワン、フリーだね。そんなにいらないけど。まあ、誰かにあげてもいいかな。砂糖もいるって書いてあった。我が家は、甘味は、蜂蜜しかないので、買おうかな。白い砂糖か。残っても使わなそうだな。もうちょっと体に良さそうなのがいいな。氷砂糖はなんかちょっと違うな。黒いのはえぐみが出るからな。どれがいいかな。ああ、
これにしようかな。レイド氏がお料理の絵が描いてある。忘れてはならないもち米。もち米はどれだろうか。これかな。これは何？なんか違うな。うん、やっぱこっちだ。もち米は必要なものはまだあるけど、持って帰れそうにないから、一旦これで締めよう。まず最初にするべきは葉っぱの下処理。一晩かけて水戻し、大きなお鍋で水から煮て殺菌消毒。ザルにあげて冷めたら、一枚一枚丁寧にお水で洗います。乾燥した状態で無理やり圧をかけると、繊維に沿って割れ目が入ってしまいます。せっかくの葉っぱが使い物にならなくなるので要注意。今回は2種類のちまきを作ります。一つは甘いホンダオジョン。小豆を混ぜたもち米の中にもち粉でコーティングしたあん玉を入れて作るもの。もう一つはハムヨジョン。お食事にぴったりなしょっぱめのちまきです。ご家庭により入れる具は違いますが、今回はアレルギーだったり私の好みを加味した私好みの具材だけ入れます。今から各乾物をよーく洗ってから水戻しし、それぞれの具材に味付けをして、ちまきを巻く前の下準備をします。参考にしたレシピは概要欄に貼っておきますので、どうぞご覧になってください。これは緑豆と言います。ちまきに入れるとじゃがいもみたいにホクホクして美味しいのだけど、実は使うか迷ったの。緑の外側を向いていない状態のもの。向いていない状態でちまきに入れて大丈夫なんだろうか。誰かに聞いてみよう。レシピを見ていてホタテを入れたくなったので買ってきました。だしが出ますからね。豚のバラ肉、表面を殺菌するためにお塩ですり込み洗いをしました。表面のお塩はしっかり洗い流しまして、これから一口大にカットし調味料に漬け込みます。ハンヨッジョンは脂身が入っていることが大事なのだそうです。なんならお肉の部分はいらないとも聞きました。あくまでも脂身からお米に旨味を染み込ませることが大事なのだとか。ですがもったいないので脂身箇所だけでなくお肉も一緒に入れることにします。何はともかく次の山場は緑豆。近所のシスに聞きましたら、一晩つけてふやけたら簡単に剥けるので黄色いとこだけ使いますと教えてもらいました。皮を剥いた状態のものも売っていますが、買いに行ったら売り切れていたので
普段お茶を入れるのに使うこの皮付きの緑豆を使うことにしました。あー、ゴールが見えない。気が遠くなりそう。いや、緑豆の入っていないハーンやジャンは食べててもつまらないから、ここは耐え忍んでやり遂げよう。実はこれ、夜中の3時くらい、もうかれこれ2時間くらいやってます。おいしいちまきをきっと作ってみせよう。忘れてはならないあん玉。香港ではもう加工されたあんが売っているので、これを一口大にカットして表面にもち粉をまぶします。さあ、具材の下準備を終えて少し休憩をとり、これから水につけておいたもち米に味付けするところ。水っぽくなるので、味付けをする前にはよーくお水を切ることが大事です。ちまきは葉っぱの表面に油膜を貼ることが大事です。ちまきを食べるとき、この工程を失念しますと、もち米が葉っぱから剥がれません。実はこのタイミング、もう一度ちまきを蒸し上げたタイミング、今回使ったレシピでは葉っぱをお水につけた状態で油を垂らし油量をカットする作業となっておりましたが、これでは油が足りなかった。せっかく茹でたのに葉っぱからもち米が剥がれなかったのです。そんなわけでリベンジするところ、一枚一枚丁寧に。さあ、一番楽しい巻き巻きタイムがやってきました。外シーに行ったら糸が売っていました。葉っぱに茎がついていたので、それで巻こうかなとも思ったけど、固定しづらい。こうやって高さのあるところから糸を吊るしてくるくるくるっと巻き上げます。葉っぱの形作りは人によってやり方が違いますが、私の場合は葉っぱの根元の方を井桁に重ねてキュッと締め上げて三角巣のようなポケットを作ります。今回失敗したなぁと思ったのは、買った葉っぱが小さかったこと。もっと大きなサイズの葉っぱを買った方が巻きやすかったはず。葉っぱを閉じて紐で締め上げるときに中の具材が漏れないように少しずつ調整して入れます。私のハーンやジョーンの場合は、もち米、具材1種類ずつ、もち米で振った葉っぱを閉じて糸で巻き上げるという手順で作っております。糸でちまきを結ぶときは、食べるときにほどける結び方をするのがコツなのだと教わりました。しまったな、全部固結び。次回に生かしましょう。この巻き巻き作業、本当は家族で集まってみんなでワイワイする作業。いつか私もそんなイベントしたいな思っております。贈呈用できたよ。しんどかった。炊飯器にちまきとちまきが浸るぐらいのお水を入れて炊飯ボタンを押します。終わったら完成です。
次は本道場を巻きましょう。先ほども申しましたが、材料からお米まで全部の味付けは概要欄に記載のレシピサイトに書いてありますので、どうぞ参考になさってください。特に半よっちょんの方はレシピサイトがよくできていて、ちまきをいくつ作りたいという個数を入力するとお米の量から材料の量まで、また調味料の量までも全部自動算出してくれるようになっております。日本の皆さん、おはぎお好きですか？あれの温かい感じがこの半道じゃんになります。並んでいたらつい半よっちょんに手が伸びますが、私は半道じゃんも好きです。ぜひお試しください。巻いているうちにコツをつかめてきます。1回目作成のちまき、失敗しておいてよかった。やっぱり人様にあげるものは綺麗なものを持っていきたいから。もうすぐ完成。お友達に届けるのに急がなければ。みんな私の急なアポイントメントに合わせて用事がある中待ってくれています。急がなければ。今一人目のお友達に届けて、次二人目のお友達のところに向かっております。感動のお渡しシーンを撮影する余裕もなく走ってきました。美味しく食べてもらえますように。で、これが翌朝の朝食シーン。ハビー食べてもらいました。まあまあ綺麗に剥がせたかな。お味やいい感じ。最初はお米につけた味が薄いと感じたみたい。でも中に入っている具を食べていくうちに味のバランスが取れてきて、最後には美味しいと言ってもらいました。シスに教えてもらったのはホタテをほぐしてお米に混ぜるという調理法。今回はほぐさず一粒入れました。彼女がそう教えてくれた理由が分かった気がする。ホタテをほぐしておけば一口目からホタテの出汁が出ていて美味しいと脳が感知するのが早くなりますしね。次回はそうしよう。半道じゃんは小豆に少し食感が残っていて大丈夫だった。小豆は気をつけないといけないですね。水につけすぎると食感がなくなり、食べていてつまらなくなります。こんなに美味しいもの、なぜ日本で広く流通しないのか謎です。いつかレシピを完成させ、日本で通信販売して一儲けするのがミシェリーの夢です。その時は皆さんぜひ買ってくださいね。今日はここまで。